med kjeks for alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hverdag var en lørdag. Så mange damer og drikker og stopper meg. Så jeg lener meg. Hei, どうも。この間のハマーの紹介動画上げたらコメント欄でね、ナイトバージョンも動画アップしてくださいっていうリクエストがあったんで、ちょっとナイトバージョンをね撮っていこうと思います。まあこれがねナイトバージョン、いろいろピカピカしてるんだけど、今光ってるちっちゃいストロボはね買ってから僕がつけたんですけど、まあ LED とね、 LED もネオン管がついてて、今 LED が主流なんでね、 LED に変えて、まあストロボもつけたぐらいなんですけど、あとはねそのままもう買った時からやってやったんで、あまり手は加えていません。ハマーってね、みんなこのウインカーのね LED がポツポツ飛んでることが多いんだけど、これはまだ1個も飛んでないです。さあこの後ホイールブレーキのディスクの LED もつけましたね。これ僕が、トランクを開けると、まあ、こんな感じです。まあそこ、この間言ったかもしれないけど、テレビが、でかいテレビがつくんだけど、ワイヤーが外れてるから上がってこない。まあ直したいんだけどね、こんな上げることもないんで、とりあえずいいかなって思ってまだ直してないです。でテレビの上にね丸いゴルフボールみたいないっぱい、まあ、あれもなんかピカピカするやつついてるんですけど、もうあれをねつけちゃうと後ろの人が眩しいんで、ハマーのパレードたまに行く時があって、そういう時にはピカピカさせてるんですけど、基本的にやっぱ眩しいんで、これはねつけてないです。もうカメラじゃわかんないですけどね、これ眩しさが、遠くから見ても眩しいな、やっぱ。ちょっと一回照明切ってみますね。派手だな。こんな派手でもハマーのパレードとか参加すると、これでも全然目立たないぐらいみんなすごいんですよ。みんながピカピカしすぎてるんですね。この下の LED は、まあリモコンでね、本当は7色光るんだけど、7色に光るんだけど、ちょっと車屋のね、車を前頭を出した時に、なんかやっちゃったらしくて、青と赤しか今光らないんですよ。一応青と赤光ればいいよってことで、まあよしにしたんですけど。ガルウィングなんで、ドアがね、あんま開かないと、ここの。青と赤だらけ。でまあストロボも実はこれで全部じゃなくて、まだもうちょっとねでかいストロボが腹の下に4発ぐらいついてて、それは基本的に切ってるんですけど、あ、それをつけるとね、この辺もね LED 埋め込んでありますよ。まあ僕やってないですけどね。まあそんなとこですかね。あとね、まあ僕ちょっと買ってびっくりしたのが、ボンネットがね普通の車とは反対向きに開くんですよね、ハマーって。僕それちょっと知らなくて、ボンネットどうやって開けんだって逆に YouTube で調べたんですけど、重たい、無理、ちょっといろいろ無理。
あとはハマーの運転席目線で、運転席から見たらねどんな感じで見えてんだっていうのをねちょっと撮って、まあ終わろうかなと思います。それでは行ってみます。フロント前なんてほんと全然見えないんですね。ちっちゃい子なんていたら、まあ、僕の車は右のミラーのねさっとこにカメラつけてあるんで、でっかいモニターの下にちっちゃいモニターあるんだけど、そこでねこうバックと最後とカメラ切り替えて見ることはできるんだけど、うわー見にくい、あとね見にくいというか見えないんですね。日本車と大体ウインカーは間違いない。ついこの間ね全塗装して、白から白なんですけどね、白に全塗装して、でまあその後なんとかキーパーなんだっけ、まあエネオスとかでねあのコーティングやってると思うんだけど、あれのダブルダイヤプレミアムってやつをね20万以上するんですよね、そのコーティングだけで。めちゃめちゃいいやつなんですけど、普通のダイヤだとボディをまあ二重コーティングしてくれて、でまあプレミアムってつくと二重でコーティングしてくれて、ボンネットの裏とかガラスとか細かいとこ全部コーティングかけてくれるんですよね。一応やってもらってあるんで、もうほんと洗車時とかねすごい楽なんですよ。僕大体いつも自分で洗うんですよね。もう冬は、真冬とかはさすがに寒いからサンドとかに出しちゃうんですけど、すごい楽ですね。やっぱあのコーティングしてやるのとしてないのとじゃ。すごいな、路中が。なのか、一応週末なのに人がねやっぱ全然いないですね。これ藤枝の地元の町なんですよ。これでも人が全然いないですけど、バイザー下ろすと本当狭いですね、視界が。ここのルームミラーもね、あのモニターになってるんですけど、よくわかんないけど映らないですね。出ると感覚的には左半のトラック乗ってる感覚ですね。これこれくらい広い道だとね全然走りやすいけど、もうやっぱ入り組んだ道入っちゃうともうスライドもできないしね、ちょっと道はやっぱ選ぶ。さすがに感覚的にはこの辺で今サイドミラー見る限りセンターライン踏んでるかぐらいの感覚。この辺で真ん中走ってるから僕が見てる目線とあんま変わんないけど、信号が全然見えないじゃないですか。かがんで見えてるぐらいで、普通に座ってたら信号がすごい見える。ハマーの新作がね出るらしいんですよね。
5月ぐらいに発表って言ってたかな、正式な発表は5月ぐらいって言ってたかな。すごいのが 2.9 秒で98キロぐらい出るらしいんですよ。止まった状態からね、止まった状態からアクセル踏み込んで、まあ思いっきり踏み込んだ時の話だと思うんですけど、思いっきり踏み込んだら、まあ、2.8秒だか 2.9 秒ぐらいで、まあ100キロ近く。もう、その辺のスポーツカーよりよっぽど速いんですよね。3秒で100キロって。結構、化け物みたいな車だと思いますよ。新型のハマーはね。値段だったり、まあちょっと詳細はね、まだ調べてないからわからないですけど、まあでも、まあ、パッと見の感じはやっぱそんなかっこよくはなかったですけどね。